志林忠島は、千島列島の北部にある、火山島である。ロシア名は、アンチフェロフ島。英語表記は、アントシフェラーブ。昭和29年のロッパート神崎、締め森海峡、占い、森島、バラムシル島、荒井卓島。志林忠島、バラムシル島南西端のカバ里崎の、西北西。 志、林正海峡の沖約 15km に位置する直径3キロメートルのほぼ円形の島。島の中央部には海抜7 6 1メートルの連科額がそびえている。島の南端部は千島列島のとどのご大繁殖地に数えられている。斜面では捕食者がいないことからフルマカモメやエトピリカが密度の高いコロニーを作り繁殖している。 三つ指かもめるや、橋太海ガラスも数多く見られる。全体的に円形の島で、海岸はむね県外が直立している。また、上陸できる場所は数箇所しかなく、上陸したとしても切り立った崖が構えている。船の接岸は困難で、北側の浜辺25から20メートルの深さを持つところがある。なお、ロシア連邦は志、林田ダシ島による落光や、 鳥獣類の保護のため、許可なく島に近寄ることや上陸することはもとより、周囲 20km での漁業活動も禁止している。島の名前の由来は、アイヌ語のシリンキで、意味は、ひどく波立つところとなる。なお、ロシア名のアンツフェローフは18世紀の初めにヤザークを取り立てて、住民を支配下に置くため北千島に遠征した、コサックの狩猟。 ダニロ・ヤコブレビチ・アンツフェロフに由来する。日本の行政区分においては、北海道根室市長管内の占い守る軍に属していた。現在、日本政府は国際法的には貴族未定地と主張しているが、ロシア連邦が実行支配している。志、林正と、連科学、ありがとうございます。